こんにちは、藤田です。今回は、納豆で短期間で痩せる3つのポイントについて解説をしていきます。血糖値がなかなか下がらないとか、食事の量を減らしてるのにスリムにならないと悩んでませんかその気持ちすっごくわかります。僕はもともと123キロもあって、脂肪肝甲子結晶で糖尿病手前でした。いろんなダイエット方法を試したけど、何回もリバウンドをしてきたんです。だから、順調に痩せたわけじゃありません。そんな僕が痩せなかった原因は一体何だと思います 思いますかそれは納豆の効果的な使い方を知らなかったことどういうことかというと例えばお米をいきなり食べたら血糖値が上がって太るってよく聞きますよねこれは糖質を取ることで僕たちの脳が血糖値を上げているということなんですだけど納豆にも糖質は含まれているのになぜ砂糖やお米だけが悪者になっているんだろうと考えたことありますかなのでこの動画の中では理学療法士の国家資格を活かしてわかりやすく脂肪燃焼さ せる納豆の食事レシピをす1つ目のポイント、知らないと失敗する納豆のメリットデメリット。2つ目、お腹の脂肪が劇的に減る納豆のレシピ。3つ目、納豆と一緒に食べることで短期集中して痩せるレシピ。この3つについて解説をしていきます。最後まで見ていただくことによって頑張ってるのに痩せないという方は絶対に満足していただける内容になっていると思います。また、成功率90%以上、ダイエット生態支流、痩せた方法 方法についいいいいてててててお話ををししるオンンンラインサロンもありますかからららこの動画を見ていいなと思ったら概要欄からチェックしてみてくださいそれではまず納豆だけで短期間で痩せる3つのポイント1つ目納豆のメリットデメリットそれは納豆イコール痩せるは間違いなんだということなんです納豆にも糖質だったり様々な栄養素は含まれていますから食べ過ぎてしまうと太ってしまうということが分かっていますなので具体的には納豆や豆腐などの大豆食品を一緒に 食べたりとか糖質が多い白米と一緒に食べたりとかすると太ってしまうということなんですじゃあ納豆は食べない方がいいんじゃないのって思いますよねそんなことはなくて納豆にもメリットが3つあります1つ目タンパク質が豊富なこと 成人の女性では1日 50g のタンパク質を摂取する方がいいと言われているので納豆1パックではタンパク質が約 8.5g も含まれていますし納豆に含まれるタンパク質は他の食べ物よりも吸収効率が高いというふうなことが分かっています。二つ目のメリットは脂肪燃焼を助けてくれます。油をエネルギーに変えるビタミン B2 だったり糖質を燃やすビタミン B1 が納豆には豊富に含まれています。なので効率よくエネルギー を消費すすするる体作りりりがができるようにななままつ目腸内環境が良くなります食物繊維は女性で1日 18g 以上摂取する方がいいとされています。納豆1パックで食物繊維が約 3.5g も含まれていますから食物繊維が腸を整える働きがあるのでつまり納豆はダイエット向けなビタミンが豊富に含まれていて1日に必要なタンパク質と食物繊維の約6分の1が1パックでお手軽に取れるから素晴らしい食品なんです。だけど 食べ方を間違えると逆に糖質を取りすぎてしまう可能性があるので要注意なんですなのでここからは納豆を食べる際の3つのデメリットを紹介をします 一つ目、お米と食べると損をします。お米と食べると糖質の摂取量が多くなったりとか、早食いになってしまって噛まずに食べてしまうことによって、肥満のリスクが上がってしまいます。実際に行われた研究でも、早食いの人は4 5キロ以上太ってしまったりとか、肥満のリスクが2.15倍になるということも分かっています。二つ目、食べ過ぎると損をします。実際に納豆に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンと似たような作用をするので、女性にはおすすめのダイエット食 食品なんですが女性ホルモンが体の中に多すぎると脂肪燃焼を邪魔するという研究結果もありますから1日1パックまでにする必要があります3つ目付属のタレは使わないようにしましょう付属のタレには砂糖だったり人工甘味料など血糖値を上げてしまうものがたくさん含まれていますから一緒に食べた方がいいものというのは動画の後半でお伝えをしますなので納豆だけで短期的に痩せる3つのポイント1つ目は納豆イコール痩せるは間違い なんだということなんです。 続いて、納豆だけで短期的に痩せる3つのポイント2つ目、お腹の脂肪だけが劇的に減る納豆のレシピ。それは、食物繊維とタンパク質を増やしていくということなんです。納豆は豊富なタンパク質と食物繊維が含まれているんですが、まだタンパク質が 8.5g と1食あたりのタンパク質摂取量としては少ないんです。この不足したタンパク質を納豆だけで補おうとすると、5パックぐらい食べないといけないので、1つの食材だけだとデメリットも多くなってしまいます。 から他の食材ととと合わせていくといくうことが大切になります僕の場合は、納豆ワンパックに対して、キャベツ、ゴマドレ、温泉卵を2つ入れて食べるようにしています。そうすると、しっかり卵の中からタンパク質も吸収できますし、キャベツから食物繊維をしっかり取ることもできますから、おすすめの食べ方となってきます。なので、納豆だけで短期的に痩せる3つのポイント、2つ目は、食物繊維とタンパク質を増やして食べやすくしていきましょう。続いて、納豆だけ で短期的に痩せる3 3つつのポイント3つ目納豆と一緒に食べるといいものがあります納豆に含まれる成分や効果を最大限に生かすためには、組み合わせがとんでもない食べ物が5つあります。1つ目、アボカド。アボカドに含まれる不飽和脂肪酸は、血液をサラサラにする、善玉コレステロールを増やしてくれるだけではなく、適度に食欲を抑えてくれます。しかも、納豆もアボカドも、水溶性、不溶性、両方の食物繊維を含んでいて、相性も抜群。ど ををを抑え腸腸刺激ししてて内をきれれいにしてくれます実際にイリノイ大学の研究では肥満に悩む人にアボカドを食べてもらったところ食事制限をした人よりも空腹感が少なくなり満足度が増えたということが分かっていますなので納豆に1 2分の1個程度アボカドを一緒に食べるようにしてみてください2つ目トマトリコピンには抗酸化作用があってその効力は β カロテンの2倍以上の血液をサラサラにする効果があるよということが分かっています納豆自体は 5大栄養素の全てが含まれているんですが、実はビタミン C やビタミン A などのビタミン類は比較的少ないということが分かっています。なので、トマトと一緒に取れば不足しているビタミンやベータカロテンを補うことができますから、病気のリスクを減らすことができます。実際に京都医科歯科大学の研究では、トマトを食べた人は中性脂肪の量が減っているということが分かっていますから、1日1個トマトと一緒に納豆をセットに食べてみてください。3つ目、お酢。アミノ酸や作酸が 脂肪合成を抑制する効果がありますまた納豆キナーゼが血栓という血の塊を溶かしていく作用があるため動脈硬化を改善し目の血流も上げて視力も回復するということが分かっています実際に80代の男性が納豆にお酢を入れた酢納豆を2ヶ月間食べたところ0.01だった視力が2ヶ月後に1.5まで回復したという実例もあるという風うに言われていますなので納豆にリンゴ酢などのお酢を大さじ1杯程度混ぜて 食べてみてみください。4つ目キムチ納豆とキムチは両方とも発酵食品となりますから腸内環境を整えてくれます結果的に糖質を含む食品を摂取した時に血糖値を上昇するのを抑制する効果があったりとか人の髪の毛を太くしたりとか黒くするということが分かっています実際にダンコック大学の研究ではキムチと発酵大豆食品で作った特製ドリンクを飲んでもらったところ4ヶ月後には93.5%が白髪を改善する効果 を実感したということが分かっていますからキムチ 50g に対して納豆を1パック混ぜるようにして食べてみてください5つ目オリーブオイル活性酸素を除去するので血管系の様々な病気のリスクを減らす作用があります実際に2000年の研究では高血圧に悩む人23人にオリーブオイルを飲んでもらったところそのうち8人は治療薬を止めても OK なレベルまで症状が改善したということが分かっていますそれもこのオリーブオイルはバロセロナ大学の実験ではトマトとオリーブ オ,オイル同時摂取すると総コレステロール悪玉コレステロールが減ったということが分かっていますから納豆トマトオリーブオイルを一緒に食べることによって効果が上がってきますダイエット生態主流痩せた方法についてお話ししているオンラインサロンのリンクはこの動画を見ていいなと思ったら概要欄からチェックしてみてください最後にまとめておくと納豆はタンパク質だったりとかビタミンだったりとか食物繊維が豊富なのでダイエット向きの食品と言えますただ食べ過ぎてしまうと女性ホルモンが多く なって脂肪が落ちづらくなったりとか白米や付属しているタレを一緒に食べてしまうと太る原因となってしまいますだから納豆だけ食べておけばいいということではなく1日1パック食事の中に入れていくということが大切になりますその時にはその効果を倍増させてくれるものを合わせて取ることによって健康効果を発揮してくれますから自分が今悩んでいる症状に合わせて納豆と一緒に食べるものを考えて試してみてください他にも納豆の選び方やお おすすめの朝ごはんについても紹介してますから、ぜひそちらの方の動画もチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた明日バイバーイ